三党は中華人民共和国の航空母艦。中国発の国産空母である。看板号は17。2019年12月17日、正式収益と同時に002型航空母艦。三党と発表された。メディアによっては、両名の順道系であるため 001A 型と過小していた。002型は001型の改良型であり、001。 型と同じ短距離離陸高速着艦方式を採用している。001型と同様に飛行艦班の選手部はスキージャンプ勾配が付けられている。001型との最大の違いは格納庫の容石で、001型では P-700 艦隊艦ミサイルの区画だった飛行艦班全部も約10機の格納庫になっている。 推進システムは001型と同様の蒸気タービン方式を採用しているものと考えられ、中国メディアによると最大速力は31ノットに出力、向上しているとされる。ポピュラーサイエンス電子版によると、アイランドは改良され、アエサレーダーは新型が装備されるだろうとのことである。また、両寧では一層だけだった前方ブリッジが、本型では二層になっており、仮想が司令部用、 上層が公開用となっている。アイランド後方にもブリッジがあるが、使用目的は不明である。環球時報によると、格納庫甲板は001型と比べ、拡大されており、001型は J-15、戦闘機を24機搭載可能であるのに対し、002型は32から36機搭載が可能であるとしている。ポピュラーサイエンス電子版によると、 24から30機の J-15 戦闘機を搭載し、最大16機の海底二翼機を搭載するだろうとのことである。零零二型一番艦の建造は、大連船舶重工集団有限講師の西エリアの造船所で行われた。新華社によると零零二型一番艦は2013年11月に寄港し、浸水前に主機。 発電機などの使用システムの据え付けを終えたとしている。中国中央電子台13チャンネルの2017年4月26日、正午のニュースによれば、零零二型一番艦は同日、午前に、船体工事が進められていた大型ドックを離れ、浸水式が取り行われたと報じた。放送では収益は2020年代初頭になると、している。二千十七年二月、空母名称が、 三党になると台湾の連合法が報じ2018年に収益すると予測した。ポピュラーサイエンス電子版も中国メディアの間で一番間の官名は三党になるだろうと推測しているという公式発表はない。2018年5月13日、中国遼年省大連市を出港し初の試験公開を行った。また同月18日、 試験公開を終え、両年省大連へ寄港したと伝えられた。今回の試験公開について、中国メディアは、多くの装備の試験を実施し、初期の目的を達成したと説明している。2018年8月27日、2度目となる試験公開を実施した。また、同年9月1日に試験公開を終え、造船所に寄港したと伝えられた。 2019年10月に8回目試験公開を終え、11月15日に9回目の試験公開に出港。そのまま大連には戻らず、17日に台湾海峡を通過して南シナ海へ向かった。この時、6隻前後の艦が護衛しており、艦板には7機の J-15 が確認されている。19日には三足に到着した。 2019年12月17日、海南島の山岸にて引き渡しセレモニーが行われ、習近平党総書記兼中軍委主席が出席した。山東省の遺械 A で、北洋艦隊が創設された1888年12月17日から131周年、記念として挙行されたとされる。12月18日、CCTV 軍事報道にて、 機体ナンバーが2桁の J-15 が山東より発着艦する様子が公開されている2020年9月1日、北海で空母艦載機の発着艦訓練などを行うため大連を出港。2020年10月には同系空母、両姉と洋上合同演習を実施することが発表された。中国海軍が複数の空母を使用して、 洋上訓練を行うことは初めてとなる。2020年12月20日には護衛艦4隻と共に台湾海峡を南下し海南島にある母港に戻った。2021年5月2日、軍は3島を含む艦艇が南シナ海で演習を実施したと明らかにした。ウィキメディアコモンズには3島に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。